ちらの製品はですね、輸送容器の洗浄することなく再利用したいというようなお客様、あるいはですね、容器のコンタミリスクを低減したいというようなお客様に対してですね、このクリーンな内胎を提供することで、お客様の課題を解決するような製品になります。特徴はですね、フィルムを二重構造にすることでですね、お客様の大切な内容物を保護するといったものが最大の特徴となります。こちらの樹脂ガラスなんですけれども、車の軽量化に貢献するような商材でして、ガラスの代替として樹脂でガラスを作るというようなものになっています。 DNP 独自の EB 技術を使った傾斜タイプのハードコートフィルムを表面に使っておりまして、ハードコート層を表面に転写することで傷つき性ですとか耐候性に強くするような商材になっております。フィルムに LED のチップを実装したものとなっておりまして、非常に均等に光を発するものとなっております。非常に薄くて軽いものとなっておりまして、植物工場での限られた面積の中でも有効に活用いただけるものとなっております。でさらに、こちらと組み合わせていただいて、反射フィルムのリフレモというものがあるんですが、こちらをお使いいただくことによって、単面のなかなか光が行き渡らないところにも、反射をさせることによってですね、効果的なご使用いただけるような形のものとなっております。紙の感覚、触り心地、書き心地をこちらにフィルムに持たせて、それをタブレットに貼ることで学校教育とかでですね、非常に活用していただけるような製品になるということで、そういうものを開発しております。目指しているものは小学校の教育というのもメインに考えてまして、まず 2B の鉛筆、紙に書いた時の書き心地、止め跳ねですね、それとあと子どもなんか使いますので、当然薬品とかあと醤油とかソースとかそういうものが食いついた時の耐薬品性、そういうものを一つのフィルムに集約して開発しております。